麻雀ウォッチプリンセスリーグ C ブロック、今回の選手紹介は草場智子プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。するしない。さあ、ここまではちょっと苦しい展開にはなりましたが、そうですね、激しいマイナスではございません。ここまで八半ちゃんどうでした？前半の4回が無難な感じの4位で終わってたの、プラマイゼロぐらいのところで、で前回がスリアロの過去度を見た方は気づくかもしれないんですけど、倍満2つ出て、私親かぶりと宝珠だったんですよね。でそれでちょっと一気に最下位まで落ちちゃったんですけど、圧倒的に何かが足りないとかそういう感じで負けた感じはしてないので、今日できる限りのことやりたいなって思ってます。かなりいいですね。ちゃんと目がキリッとしてて、まだまだ分からない C ブロックだなっていう感じが出てるんですけど、このルール戦う中で赤入りのあがりレンチャン打ってみてどうですか？そうですね、あがりレンチャンの部分がやっぱ大きくて、何か変えたりしてます？あがりレンチャンが実は本リーグのミューリーグに近いんですよね、ルールが。なんでそこちょっと自分が得意なとこなんで意識してやってますね。そうなると他の女流プロたちよりも打ち慣れてるルールではあるかなと。ただなんかこう破壊力が今まで全然見せれてないから、なんかバッと火がついた時のこう殴り合う感じを今日はやれたらいいなと思ってます。注目ですね。で勝ってプレーオフもしくは準決勝に行き、そのまま勝ちきると。そう、もう逆転といえば草場って言われるようになりたくて、超かっこいいですね。そう、第4期の勝機取った時もね、14万点4回でひっくり返しましたんで、すごいですよね。一発裏なしでできたんで、一発裏ありや代わりだったら絶対できると思います。もっと簡単じゃねえかなって感じですもんね。頑張りますよ。ではファンの方に意気込みをお願いします。はい。少しでも長く、対局してる姿を見てもらいたいので、今日負けるわけにはいかないので、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。草場智子プロでした。